今回は c a r p o GO さんからご提供いただきました。Apple CarPlay 対応ディスプレイオーディオ c a r p o d GO T3 Pro についてご紹介していきます。Apple CarPlay と Android Auto にワイヤレス接続できるディスプレイオーディオとなってます。外箱もね、すごくコンパクトです。車用のディスプレイオーディオになるんですけど、電源はシガーソケットから取ることができるので、面倒な配線が不要で車にも簡単に取り付けることができます。 基本的には Bluetooth で Apple CarPlay にワイヤレス接続するんですけど、本体の付属ケーブルを使うことで、ワンディンのカーオーディオや古いカーナビでも手軽にワイヤレスで Apple CarPlay や Android Auto を使うことができます。それではこちらの方を開封して付属品を見ていきます。いろいろ入ってますけど、順番に見ていきたいと思います。まずね、こちらが本体になります。ディスプレイサイズが8.9インチ。 車のダッシュボードの上でも邪魔にならない。高さが短い形になってます。こういったステーを車につけて、えー、ここに接続するんですけど、こちらのマグネットはかなり強力です。おこんな感じで取り付けていきます。この裏側に各コードの接続端子が並んでます。まあ、この本体だけ見ても、もう薄型でタブレットのような感じですね。というわけで、こちらが本体になります。 こちらが車のシガーソケットに取り付けることができる DC 電源になります。こちらの先端が USB-C 端子になってまして、これを本体に接続して電源を取ります。本体を取り付けるマウントがこちらの吸盤タイプのものですね。こちらとこっちのマウントがですね、これは両面テープで固定するタイプのマウント2種類入ってます。こちらがですね、 車両のダッシュボードが凸凹があったりする場合にフラットなベースを貼り付けてからこちらの吸盤を取り付けることができます。そしてこちらが OTG ケーブル。本体裏の USB-C 端子に差し込むことで USB メモリーなどの外部ストレージを取り付けることができます。ケーブル類もね結構たくさん入ってますね。はい、えー、こちらがですね、Bluetooth レシーバーで Bluetooth 機能のないオーディオにもこちらをイヤホンジャックに差し込むことで Bluetooth を 使用することができます。昔のワンリンのカーオーディオだと、Bluetooth 機能はないものがあるんですけど、そういうカーオーディオにもこちらを使用すれば、Bluetooth で CarPodGo と接続することができます。えっ、ー、と、こちらがですね、トリセツなんですけども、日本語には対応してないですね。このトリセツを見てもね、私も英語がわからないんで、ほとんど何を書いているのかわからないです。バックカメラも付属しているみたいですね。 バッックカメラ用のケーブル一式がセットになってます。私はこの9番型のマウントを使ってみようと思ってるんですけどこれがですねいろいろと形を変えそうなのでいろんな場所に取り付けることができそうです今ポータブル電源にとりあえずバッテリーつないでみたんで電源を入れてみたいと思います はい。電源が入りました。現在の時刻が21時8分なんでね、ちょっと時間がずれているんですけど、立ち上がりは早いですね。ちょっと画面の方を見ていきたいと思います。まずはカープレイで使用するためにスマホと Bluetooth で接続します。えー、っと、今ですね、これ英語表記になってますね、はい。こちらの設定ボタンからですね、まずは言語、日本語を選択します。はい。こちらの表示が日本語に変わりました。 まずはブルートゥースの接続ですね。こちらの画面からスマホのブルートゥースと簡単に接続できました。もうこちらスマートフォンとブルートゥースで接続しました。こちらのアプリの一覧にですね、このカーポット号のアプリがありますので、一度これでホーム画面に戻ります。時間も9時14分と、現在時刻とちょうど同期されています。ちょっとこの動画ではわかりにくいかもしれないんですけど、画面もすごく 見やすす。くて綺麗でそしてこういう操作のタッチの感度ですねこれもそこまでレスポンスは悪くなさそうですねこちら Google マップを立ち上げてみました Google マップのこの反応ですねこれは悪くはないんですけどね良くもなくという感じでしょうか地図の拡大縮小とタッチの感度も悪くはないです 今夜の9時なので、この画面表示もナイトモードに切り替わっていると思います。こちらの T3 Pro は本体にスピーカーが内蔵されているので、単体でも音楽は聴けます。今音楽をかけてみたんですけど、本体のスピーカーに関してはそれほど音は良くなかったです。車で使用するのであれば、Bluetooth や付属のケーブルを使って車のスピーカーに接続することをお勧めします。まあ、一通り操作してみたんですけど、 タッチの感度とかに関してはね、今エブリンに取り付けている国内メーカーのディスプレイオーディオに比べても違和感はないです。液晶の画質はこちらの方がかなり綺麗な印象です。こちらの Amazon での販売価格は約3万5千円になってます。クーポンがある時やセールの時はもう少し安い価格で販売されてます。それではエブリンに取り付けてみます。取り付け場所がですね、この純正の オオーーディオパネル上ののダッシュボードのところに取り付けようと思います。こちらはラムマウントのベースマウントになりますでこの隣にですねカーポット GO を取り付けてみます若干このダッシュボード上がザラザラとしている表面なんですけど取り付けるマウントはこちらの9番タイプのものを使ってみますこの9番マウントもですねこちらはね粘着力があるようなタイプなので多少の凸凹なら取り付けることはできると思いますこちらの 丸型になっているジョイントのところに本体を取り付けるマグネットのベースを接続しますマウントとこちらのベースを取り付けていきますはいこんな感じでねベースとマウントを接続することができますボールジョイントになっているのでこんな感じで稼働することができます ここがマグネットになっているので、ここに本体を取り付けます。それではね、こちらのダッシュボードの上にペタッと貼り付けてみます。よいしょ。こんな感じで。いけそうですね。これで、こんな感じでね、ペタッと吸盤で簡単に取り付けることができます。こちらのジョイントは、このネジを調節すれば、こんな感じで角度も変えれます。このアームもね、前後に 伸び縮みできるので、とりあえずこのダッシュボードの上に取り付けたんですけど、いろんな場所に取り付けることはできると思います。それではこちらの本体をマウントに取り付けます。でもう後ろにはすでに電源コードを接続している状態です。はい、こんな感じでね、純正のオーディオの上の部分に、とりあえず本体を取り付けてみました。電源の方もこちらの DC プラグを使えば、 この純正のシガーソケットから簡単に取ることができます。よいしょ。差し込むだけでも電源が取れてます。車両への取り付けに関してはこのようにすごく簡単に取り付けることができます。現在使用しているディスプレイオーディオにバックカメラ接続してますので、今回はカーポット GO のバックカメラは使用してません。バックカメラの配線がないので簡単に乗せ替えることができます。 複数の車で使用できるのもこちらカーポット号のメリットかなと思います。それではエンジンかけていきます。今エンジンをかけましてこちらのディスプレイオーディオが起動しています。カーポッド GO の電源も入れてみます。はい。ちょっとこれモニター逆さまでした。<laughs> やり直し。モニターが逆さまでったのでもう一度やり直します。それではスイッチオンと。 はい、カーポッド GO の電源が入りました。このまま放っておいたら、あ、カープレイに接続しましたね。これでもうスマホとカーポッド GO が接続された状態です。カーポッド GO の電源を入れてからね、こちらのスマホと同期するまではめちゃくちゃ早いですね。今この状態で音楽をかけてもこの本体から 音楽が出るようになってます。なので、この車のスピーカーから音を出すためには、えー、こちらのですね、ディスプレイオーディオに接続することになります。それではね、こちらの車両とカーポッ d GO の接続もやっていきましょうか。カーポッ d GO、そしてスマホの方のリンクが終わりました。今、こちらの3台は、Bluetooth で接続しています。iPhone とディスプレイオーディオを ブルートゥースで接続してディスプレイオーディオとカーポッ d Go が Bluetooth で接続されているとこの接続の手順がややこしかったです今はねこのスマホとカーポッ d Go とディスプレイオーディオがつながっている状態なのでそれぞれで操作することはできますちょっとねマップの方を開いてみますマップのデータはスマホから飛ばしていることになります はい、そしてですね音声がこちらの車両のスピーカーから出ることになってるんですけど音楽の方は著作権の関係で今流すことができないので私のですね YouTube の動画の方をちょっと流してみますしっかりと防いでくれてますそしてこちら側は車両があるので再度3面クローズの状態になってますということで こんな感じで動画の音声をスピーカーから流してみましたこちらの iPhone とディスプレイオーディオがつながっているので車側のスピーカーから音が出ていますそして、えー、こちらも同時にですねカープレイで接続している状態なのでマップなどはねこちらで確認することができます、まあ、こちらのディスプレイオーディオも Apple のカープレイ対応なんですけどこうやってね あのスマホに接続する場合はライトニングケーブル USB ケーブルを接続しなないいないいいとけので、になります。しかしこのカーポット GO を使うことで、えー、全て、ね、無線でリンクしていますので線を刺す手間がないのですごく楽ですね車両への取り付けと各機器の接続はこんな感じですでは一度エンジンを切って、えー、接続 どれぐらいの時間かかるかっていうのを実際に見てみます今エンジンを停止している状態ですエンジンをかけてどれぐらいで接続するか試してみますはいエンジンスタートい、e、ーさ,いさあどれぐらいでしょうかンンは、はい、カーポットコーが立ち上がって でデディィスプレイオーディオーの方も接続されましたはい。たい16秒ぐらいですね。特にストレスの感じないぐらいの時間で各機器接続することができました。このスマートフォンもワイヤレスの状態なので、いちいち線に接続しなくてもエンジンスタートでカープレイが使用できます。まあね、こういったケーブルをスマホに差し込むだけなんですけども、その一手間が ドライブ中にちょっとコンビニに寄るときなんか、いちいちね、このケーブルの抜き差しするのが面倒なので、こういうふうにワイヤレスでカープレイに接続できると非常に楽ですね。えそしてですね、今このスマホとカーポット Go とディスプレイオーディオの3つ接続しているんですけど、カープレイでマップだけを確認するのであれば、もうこのディスプレイオーディオに接続する必要もないですね。Yahoo や Google ググマップなど、 スマホとカーポット Go を接続するだけでもシンプルにナビとして使うことができます。その使い方であればカーオーディオと接続する必要はないので何台かの車両で使い回しをする場合であればそういう使い方もありなんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回はカーポット Go T3 Pro についてご紹介してきました。こちらは Bluetooth で簡単に Apple CarPlay や Android Auto にワイヤレスで接続できるのが大きな魅力です。 さらにコンパクトなサイズでシガー電源を使っているので取り付けるのも非常に簡単です。少し古いワンディンのカーオーディオやカーナビをお使いの方でも手軽に最新のカープレイを楽しむことができます。また本体に関しても画面の画質やタッチの感度も良好で接続もスムーズに進んで動作の安定感もあります。そして価格が3万円台と非常に手頃になっています。 やっぱりシガー電源ということと吸盤タイプの取り付けマウントなどを使えば何台かの車両で使い回すこともできます動画概要欄の方にも商品のリンクを貼ってますのでよかったらチェックしてみてください今回も最後までご視聴ありがとうございましたコナログアウトドアでしたさようなら